テレビで何回かお父さんの話してるけど多分見てると思うのよ、うん、絶対に、うん、なんかチェックしてるとは言ってたから、だからそのなんかの番組でお父さんが日本刀で後ろから頭切られたことあるんですよみたいな、うん、ね、うん、でそれをまあ話して、でもお母さんはそういうのあんまり良しとしてないのよ、うん、ダメだダメダメっつって、そのあんまりその家族の話多分してほしくない、うん、でもお父さんガンガンしてくれっていうの、むしろ本出せって言ってんの、あの本名まあ黒柳なんですけどお父さんの名字は違うから、うん、俺の名前をタイトルにして本出せっていうの、本出せばいいじゃん、じゃあ、でもお母さんはやめてくれっていうの、だから本当にあの昔あの丸々の話とかあったじゃん、人島さんと丸々の話、なんかまあいろんな番組で、うん、この実家の借金25億とかお父さんの話したら連続で収録が決まったの、うん、ダン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 って、うんうん、でお母さんに電話して嬉しくて喜んでもらうと思って電話したら全部 NG でお願いしますって言ったの、全部断ったの、何それと思わない、いやでもお父さんが喋って言ってたでしょ、でもそれお父さんが手紙来た時期なの、2年探さないでくれて、本当にちょっとやめてくださいの時期だったか知らないけど、じゃあ今はいいんじゃない、いや今はいいかもしれないけど、こんな話テレビでできなくなってる時代になってきてるのね、みんな、なんかね、だ借金もすごいじゃん、桃鉄の冬みたいなね、借金25億もあるから半端じゃないよね、そうそう、だからまあだから探しに行けるなら行きたいですよ、吉ログでアーカイブ載ったらお父さん多分見るからね、じゃあもう載っけてもらおう、お父さんがね、あのお笑いやるって言った時にね、うん、吉本の社長と知り合いだって言ってたのよ、じゃあお父さん頼んだもん、でも、うん、名字が違うから多分俺ってバレて分かってないから、俺の名字じゃないから多分、だってマルコス大統領の晩餐会行ってるでしょ、それさ、あのフィリピンのマルコス大統領の晩餐会に参加してるようなお父さんなんで、あのいや、いかついよね、なかなか、いや、いかつい、あの本当にあの元タレントさんがあの議員になられて、うん、あのあっちの九州地方ので、まあ当選しましたみたいな NHK でニュース流れてて、こうなんかああいう時って樽をカーッやる大人数やるやるやる、それの一番右端にお父さん映ってたのうわすごいなと思ってすごいよ、そうそう、それがその時1年ぶりの再会だった、超探してえもん、もう